今回の裏技は、アーケードゲーム、ラッドモビールの、家庭用移植版、ゲイルレーサーです。元のゲームとは別物ですが、このゲーム、マスコットのソニックが画面上部で揺れてますが、ライバル者を抜いていくとマスコットが手に入り、100個集めるごとにキャラクターが変わります。100個でテイルスに変化、200個でメタルソニックでしょうか、300個で、誰？400個でドクターエッグマンです。500個でメカソニック。600個で、誰？700個でエミー。800個でまたメタルソニック。900個でナックルズ。1000個でスーパーソニック。1100個で変わらなかったので、キリもいいし、キャラクター的なことを考えても、これがおそらく最後だと思われます。